あ、まあ普通に被るときはこうだよね、うん、あ、これきつい。うわ、どうなってんのこれ。はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。はい、今日はこちらで遊びたいと思います。はい、パンスト引っ張り合戦ですね。はい、はい、これもですね、ドンキホーテで買ってきました、うん、ドンキと吉本興業のコラボ商品みたい。おお。うん、吉本笑える研究所って書いてあるでしょ。お、2人対決で脱げたら負け、笑いの真偽ここにありって。要はですね、このパンストをこうかぶって、うん、で2人でこう引っ張り合って先に抜けた方が勝ち。はあ、はあ、でね、もうこれ自体がもう罰ゲームみたいな感じじゃん。そう、うん、だからあの今回は負けた人が罰ゲームじゃなくて、うん、勝った人がご褒美にしましょう。やったー。はい、ということでご褒美はこちらでございますね。ナレーションの方よろしくお願いします。はい、はい、ナレーションの前原レオです。今回いくよ。今回このパンスト引っ張り合戦で勝利した方にはこちらのナスで生まれた、ナスで育まれた御用邸ナス高原ご奉還のチーズケーキをお召し上がりいただきます。はい、ということでこの前までね、うちのインスタグラムをフォローされてる方は気づいてるかと思いますけども、エイジン君のあの運動会の振り返りの時に那須高原行ってきたんだよね、うん、あのその時にこのチーズケーキを購入してきました。これすごい美味しいんだよね。はい、これ買った人はこのチーズケーキを食べましょう。はい、じゃあ早速やっていくか。うん、はい、よし、よっ、どうなったんだろうか。あ、まあ普通にもう、あれどうなったの本当に。ああ、こうできてる。あ、そうなってるんだ。そう、これをかぶるんだね、じゃね、うん、どうしようか、どっちがどっちかぶろうか。僕黒でいいです。黒にする、うん、分かった。あ、結構これはきつい。結構きつそうだね。じゃあいきなりいきなりいきますよ。こっからすごい絵になると思うけど、あ、まあ普通にかぶるときはこうだよね、うん、あ、これきつい。うわ、どうなってんのこれ。きついんだけど。あ、えちゃん常にすごい顔になってるよ。よし、じゃあもうちょっとこっち来てくれるかな。はい、はい、ちょっとこれ出来上がった動画もうちは見てみたい。楽しみだね。じゃあ行きましょう。はい、はい、じゃあせーので行きましょうか。せーの、はい。あら、これなかなか引っ張りが取れない。こうしようか。あ、これなかなか引っ張れない。なかなか、なかなか、あれ、全然引っ張れないけど、取れない。二人とも画角から外れるっていう、なんて動画的にヤバい感じになって。これ結構伸びる。確かに結構伸びる。もうちょっと上にしようか。鼻の下あたりにしようか。そうだね、うん、行きましょう。せーの、はい、はい。もう完全に画角から外れちゃって二人とも。どうですか、取れない。全然。よし、これでいこう。いくよ、せーの、はい。もうちょっと、これまたね。えちゃんの方が早かった。うん。なんだよ、こんな情けない思いして。パパ、チーズケーキ食べないのか。二人とも髪型がすごいことになって。エイシン君にはこのチーズケーキ召し上がっていただきましょうか。やったー。これ美味しいんだよね。うん。今回ナスに行ってエイシン君チーズケーキにハマったよね。うん。しかもここのが結構うまいんだよね、クリーミーでね。うん。美味しいですか。うん、すごいうまい。あ、そうですか。二人ともね、あの鼻の穴大きいし、豚っ腹なんでね、うん、あの鼻の穴うんちゃらっていうコメントはいらないですから。本当にパパ、白いのがいっぱい入ってたよ。え、白いの、なんだろう白いのって。この後白い粒、そう。あ、本当に。そっか、これでも面白かったね。うん、うん、また機会があったらやりましょう。今度は罰ゲームでやりましょう。はい。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひいいねボタン、グッド、ライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。うん、それとチャンネル登録もよろしくね。よろしく。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。